はい、おはようございます。どうも、わいわいです。本日もですね、剣士の続きを、パート6でしょうか。私的にはもう28ぐらいやってるんじゃないかと思ってるんですけど、でもパートは6ですねをプレイしていきたいと思いますが、突然ですが私本日はこんなところにやってまいりました。ちなみにこれビアですけどね、ここです。これすごくないですか。今までで見た中で一番壁がでかいですよ。本当になんかね、進撃のなんちゃらっていう感じの、ほんとそういう建物を発見したんですよね。これマップはちなみに言いますと、ここです。私がいるところが、私のなんていうの、エリアっていうのがね、これここです。ちなみにこの赤い点、敵のマークを赤い点で示すんですけど、これバグで一生消えません。はい、敵はいないです。でここが私の地点、よく行く大きな村、それをさらにずっと下行ったここです。どうやらですね、このマップ下の方はですね、むちゃくちゃ建物が多いんですよね。これもなんでわかったかって言いますと、この大きなこの町でワイワイがあれを買うたんよ。なんか地図の一部みたいなやつを買うたんよ。ほんだらなんかどん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 下になんかいろいろありますよと。で、私の目的はね、この上のこの赤いとこを潰したしまいなんですけど、だからこれはしまいにしたいんですけど、まだできないんですけどね、多分ね。ただやっぱり剣士それで終わりになるわけやんか。この下の部分を見ずに終わるっていうのもちょっともったいないやんか。で全部のこの村を見続けてしまうと多分キリがないぐらい多いんで、今回はこことここ、なんか名前が異様やねん。ホリーミリタリーベースって書いてます。絶対何かあるでしょ。この建物の形見たことないしね。とにかく今からこのブリスターヒルという都市にお邪魔しようと思います。ビアは足早いんで最悪攻撃されてもね、逃げられますんで、一回じゃあ行ってみましょう。どうなるでしょうね。ちなみにお金もね、26,714という、今までで一番大きな金持ってるんで、すいません、失礼します。ちょっと歩いていく。パラディン、私たちは距離を保つ必要があります。信じてください。聖なる国は悪い知らせです。行く、あなたへの祝福。行ったあかんのこれ。毎回ここ怖いんやけど俺。大丈夫か？大丈夫か？オッケー、大丈夫や。おっしゃ、こんなところでなんかトイレ掃除するときのやつみたいなのあるやん。これバッコンバッコンするやつちゃうのこれ。これ何？このマーク初めて見たんやけど俺。ちょ、行ってみようや、行ってみようや。ちょ、走って行ってみよう、走って行ってみよう。何屋さんこの人話してみよう。何屋さん分からへん、まんま。メディカルサプリースっていうのがあったりするね。でも何屋さんか分からへん、まんまやな。でもこのエレクトロコンポーネンツみたいな、エレクトリカルみたいな、こんなんなかなか手に入らへんからね。もうちょっと安いから買っとくか。これ1,2,3,4ここまで。もう取っておきよ。ほんなこっちも取っておきよ。ありがとうございます。ここはなんかそういうのが売ってますよってこと分かりましたね。はい、次はここもなんか見たことないマーク書いたんで、これほら服のマーク、この服のマーク、これインナーちゃうかなと思うね。これ鎧じゃないからさ。ここはお邪魔します。あなたも話、衣服商人やって、何どういうこと？アパレル業界ってこと？ある意味買うために探してますよ、ね、買わないのに探すやついないでバカだね。何やろこれ。わ、これとかめっちゃなんか、めっちゃいいねんけど、隠密の効果とか高い。いらねえよそんなもん。ふざけやがって。防具なんていらねえんだよ俺は。ところでこれは何なの、このマークのやつは。これなんかのあれか、だから家紋みたいなもんか。なんかおるぞ。お前何や、偉いさんかお前。おいお前偉いさんかって、なんか喋れへんのか、ここら辺のやつ。さあ、大体この村は見回りました。全然もしかしたらカットしてるかもしれませんが、あとはもうバーに行きましょうね。なんでバーに行くかって言ったら、バーって大体ね、食べ物も売ってるけど人もいるんよ。こういうの、こういう人、トレーダー隊のおしゃぶり、おしゃべりですよね。
多分おしゃべりなんだよ、パッチ。These decisions are made at a late age. How do you mean? Do you mean? どういう意味？もうどういう意味って聞いて、お前英語分かったもん、まった なんか分からへんけど、こいつはちょっと後悔してるらしくって、いろいろ多分やね。であの小さい子供とかを殺したりするアサシン、まあ、暗殺者やねんって。ほんで、まあ、どうって、あのうちにどうっていう話をしたら7500って言われたんで、買います。はい、パッチーできた、パッチパッチ。ちなみにパッチはこれはあのこれが姿勢ですんで、はい、これが通常姿勢、これをもっとあの座らせるとこうなります座らせるとこうなりますので、もうこれでいきたいと思いますね。はい、ありがとうございます、パッチパッチパッチ。すごいですね、マジ妖怪みたいな歩き方しますね、パッチ。すごいな、攻撃を回避するためなんでしょうね。うん、私にはそう思えてならないですね。まあ他の番回ってちょっと人をゲットしていくよ。もちろん今回の目的っていうのはここ回るってこともあるけど、やっぱ俺攻め込むから、うん、ちゃんとほんで裏でやってきてるから、こっちも。おっしゃ、他に誰かいいヒンか。お、ラングローやって、ラングロー、ラングロー3000円やって、多分しょうもないやつやけど、まあ採用しとこうっとなんかラングロー作ったんですけど、髪の毛を春先の色にしたんですけど、あのちょっとなんかどこぞのデザイナーみたいですね、この髪型のこの色。いいなラングロー、お前なんかあんま特徴もう考えのめんどくさいわと思っただけやったのにな。なんなんこいつ、めっちゃ高いねんけど。9000円やって、パッチどうなってんの、まずお前体の形おかしいって、お前顔から手生えてみたいになってるやん、パッチ。まあ9000払うか、割引はどうですか。いやなんかこれ言って9000の価値あるやつが、いやほんだもういいわ、二度と来るなって言われたら困るから、俺買うわ、グリフィン、グリフィンドー。まだかな、グリフィンドーみたいな。グリフィンはちょっと何、お前なんかちょっと、はあ、お前なんかちょこいつおしゃれ決めてきてやがるぞ、体型とかもお前意識してるな、だってお前めっちゃ強いやんけ、ほんでお前初期値めっちゃ強いやんけ。まあ気迫とかの方が上やけどな。とここでちょっと喧嘩打っといて、じゃあまあここにお邪魔もする必要ないかな。オッケー、3人増えましたね。あ、なんか外でバチバチやり合ってますね。ん、これか、あれ思ったよりちっちゃいぞ。これがどうやらホーリーミリタリーベースというところみたいですね。今は新加入の3人と、ほんでビア、この合計4人がホーリーミリタリーベースの方に向かってはいますが、おっしゃ、じゃあ4人はもう帰ってくださいね、ここ帰ってください、我々の家にね。さあというところで今帰ってきてはもらっておりますが、あ、裏でですね、まあ、ゲットしたというか新しく増えた新入りが実は4人います。あれとはまた別で4人いるんですね。その4人をご紹介しましょう。4人がこちらの方々ですね。まあ一人一人いきますと、まずこれは、ナイフさんという女性ですね。少し綺麗な女性をちょっと目指して作ってみました。ナイフさん実はものすごく戦闘能力が高い女性の一人です。またこの人、レバーさん、このレバーさんも、まあ、同じような服装をしてますけれども、この人もちょっと強い女性なんですよ。まあこの二人は即戦力ということで、あのこの崖っぷち招待に、すぐに参加させました。これ結構使える人たちですね。そしてこの女性は元ヤンズーさんですね。これね、元ヤンなんです、ズーさんはね。ただ容姿に関しては一番やっぱ優れてるんじゃないかなとは思うんですけれども、何よりもこの人の優れてる能力はあの回復させるスキルっていうことで、おい。で最後は瀬戸さんですね。瀬戸さんはあのできるだけ細長く伸ばして顔だけでっかくしましたっていうのが彼女の特徴です。これ全員女性ということで、別に女性を狙ったわけじゃないんですが、入ってくる人全員女性やったんですよね。という4人が、増えました。まあうちですね、この瀬戸さんとあとズーさん、これズーさんに関しては、まあ、あのここでね、あの作業してもらいます。いやー長かった、おかえり、いやおかえりおかえりパッチパッチ大丈夫か、パッチおかえり。まあ、バッチはでもアサシンって言われてるぐらいの人ですからね。いや待ってたんですよこれ、崖っぷち招待にやっぱりさっきの人たちは入れてあげたいですよね。でやっぱり今回はもう総力動員しての攻撃、
これやっぱ見物じゃないですか。ちょっとラングロどうしようかな。ラングロそんなに強くないねんけどな。まあでも言っとくか、一応荷物とかも持ってくれるかもしれんしな。ラングロ結構足速いし、ほんでちょっと待って、10人編成になるんちゃうの。パッチやろ、ほんでラングロやろ、でグリフィン、わ10人編成や、すげえ。村の人数よりもついに多くなったぞ、崖っぷち正体は。はあ、これは見ものですね。10人が集まって果たしてどんな冒険になるのかってことですよね。ちょっとね、あの寝袋とかの数が足りないですね。うん、でもまあ交代交代でいけばいけるんじゃないかなと。いよいよ本日はこの赤いところに一回行ってみます。いや私ね、まだクリアはできないんじゃないかなと思うね。でも得るもんはあるんじゃないかなって俺思ってんね。だから行きたいね、一回ぐらいは。お前らどうして我々は崖っぷち正体という名前かわかるか。我々は言ったが最後、もう引き返せないということを意味している。それを心にして覚悟して、これから先あの尾根の向こう、カニバル一族のふるさとへ向かうんだ。わかったな。ではただいまより崖っぷち正体進軍。あ？え？なあ、あなたが何を言ってるのか分かりません。え？なんでやねん。お前どういう類の攻撃してくんねん。お前いよいよ来たぞみんな。ああカニバルプランツ、我が懐かしい故郷よ。ここにどうやら敵がいるのかいないのか。いずれにせよここを我々の根城とし、ここをぶっ潰す。それが我々崖っぷち正体の任務だ。もういい、消えろお前らは。そういえば思い返せば一番最初に脱出したのはリーフじゃなかったかな。この崖を右足にチンバ引きながら、それでも一生懸命登ってきた姿、私は忘れはしない。そしてフリック、今のこの崖っぷち正体の隊長フリックはここで英雄となって。あ、ごめん、誰もいい品はどうしよう。あれカニバルビル、え、なんか最近カニバル族見ないなーって僕思ってたんですよ。ひょっとするとあれですかね、もうと生き耐えたんですかね。生き耐えたって、まおー、いいじゃないか。くそ、なんてやつらだ、スカシッペ食らわしやがって。しかしながら武器とかは手に入れたぞ。武器というか防具を手に入れた。よし、じゃあ全ての物資をアングロに集めろ。アングロは荷物をいっぱい持てる。そしてここでラングロは置いていく。ラングロ、お前はそこでご飯を作っておいてくれ。我々は向こうに向かう。この拠点が敵の拠点ではなくなっていたということは、すなわちこの向こう側にあるデッドキャット、このデッドキャットが奴らの根城になっているに違いない。我々の目的はブレン、カニバル一族滅亡、それを成し遂げるまでは我々は常に崖っぷちだ。ん？なんだここは。新しいところを見つけたぞ。この場所はカニバルビレッジから遠く離れたデッドキャットとの間だ。こんなところ…おー、ここにもあるぞ。なんてこった、こんなところにさすがにカニバルハンターたちがいるはずもない。これは匂うな。お、こっちで戦いが起きてるぞ。これはいたな、カニバル族どもめ。おー、いったね、アルパカさんもお出ましよ。これは誰かな、バンディット VS カニバル一族か。ちょっとこれは分が悪いな、やめておこう。って言うのは嘘だよバカ野郎、かかってきやがれ。いや、お前ら練習の成果を見せろ。赤でも勝てる、お前らなら赤でも勝てる。いいぞ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 、1対1のコース作っていけ、1対1のコース作っていけ。守備だ、守備の意識高めにいけよ。そなんてこった、わらわら湧いてきやがって。誰がやられてるんだ。あ、誰もやられてねえのか。あ、グリフィンがやられたぞ。
やられてしまった。そして緑も来た。レバー、気迫は、気迫は、なんてこった。レバーと気迫はまあ脱出できるが、気迫もう目と鼻の先に食べられるところが用意されているところに捕まってしまった。グリフィン、次はお前だ。嘘だろグリフィン、嘘だと言ってくれ。グリフィンを置いてくれ。グリフィン、ちょっとグリフィンにお化粧しろ。そんなお前、これはナイフか、ナイフじゃないのか。ん、お前か、お前がここの長か。カニバル大柔術師。あー、お前か、強いな。しかし53、47、あ、29とかあったの赤も。あ、これこの絵へ、これ精鋭ちゃうか。この精鋭じゃなくてこっちのやつらはこれでも、え、30 15、14か。はあ、なるほどな、こいつらが強いわけだ。親玉や、親玉と三人衆や、これはあ、なんかしてんのみたいな感じやな、お前ら。はあ、なるほどね、これ武器もまあまあいいやつちゃうの、これ。オッケー、あ、賞金4万やって。こいつ倒したら賞金4万やってよ。はあ、夢が広がるね。崖から落ちた格好ですがね、我々は。まあとにかく少しずつでもカニバルを減らしていくしかあるまいて。オッケー、作戦はある程度考えました。この目の前にもいたんですけど、実は兵士が、ここにはフリックとフィッシュがいます。このフリックとフィッシュが一旦敵を引きつける。うん、その間にこっち左側、この左側がガーッとこっちに登っていく。で、また逃げる格好。もう戦いになれば俺は戦う。で、少なくとも頭数をどんどん減らしていく、こいつらの。まあ我々が死ぬまでは誰も犠牲者が出ないことは多分ないと思う。でも我々はそう戦うしかない。行くぞ、よし行け、今や。フィッシュ、フリック、お前らが出ろ。出た、行け、走れ走れ、こっちは走れ、ここまで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 走れ、お前らの足では生きる、お前らの足では生きる、お前らの足では生きるっていうか誰もついてきてないやん。そう、ちょっと待って、なんていうことや。フリック打撃で勝負してるぞ。フリック行け、ナイス左フック、ナイス左フックや。フィッシュと挟め、ナイスナイス、仕留めろ、おし、ナイス、仕留めろ。あかん、お前、いいね、お、いいね、いいコンビでしょ、いいコンビでしょ。あかん、フリックは攻撃すんだ。フリックはお前守備できへんぞ、全く守備効かへんからな。いけ、ナイス、フィッシュ、オッケー、フィッシュ、お前、戦闘立て、待て、フィッシュがやられたぞ、まずい、うせやろ、拳と剣のと、ここら辺で本気を出すか。我々もバカではない。こいつらに対処策というのは、前に発見していたはずだ。行くぞ、ナイフ、出る、寝る。よし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 。バカどもめが。寝たらお前らは攻撃ができないんだよ。よし、そのうちにナイフ、体力を整えておけ。一目散に直すんだぞ。お前起きた瞬間やられるからな。出る、寝る。よし、出る、寝る。よし。バカどもめが。出る、寝る。よし、ん、気迫逃げれるんじゃないか。いいぞ、ナイスだ、気迫、気迫脱出に成功だ。ダメだ、気迫、どうやらこいつは俺を狙ってるらしい。差しで勝負しろ、気迫、見せてやれ。動画を見てる人たちにな、その強さを見せるんだ、気迫。お、いいぞ、ほら、一発、おお、避けるね。いや、おー、いいぞ、2発目、いった、3発目入った、気迫に一方的攻撃、3発目入った、4発目、さあ5発目もいくか、5発目もいかない、どうなるか、木の棒対サーベルの戦い。気迫、経験値を積んできた、今まで何十時間という時間ずっと私のお遊びに付き合ってきた気迫、実はナンバーワンの強さを誇っているのは気迫その人だ。よかった。いや、お前らいけるんじゃないか。いけるぞ、よくやった、アイスとパッチ、アイスとパッチは出る寝る作戦でなんとか奪還できる、脱出した。よしよしよし、気迫と合流しろ。まずい、
場は非常に硬直状態が続いている。ポップス、お前が何とかならないか。お前だけの回復を待っているんだがな。ここら辺も全員疲れていて、そしてグリフィン、お前は一生寝てろ。ここだ。問題はこのレバーと、そしてフリックだ。フリックの周りにはすごい SP がたくさんなんだよ。フィッシュも同じことだ。だからこの二人が逃げられることはまあないだろう。問題はここではなく、やはり左側、この左側を助けに行く。それが気迫、アイス、そしてパッチ。お前らの力を見せてくれ。自利品だ。このままいても飯はなくなる一方なんだよ。倒すしかない。あ、アルパカさんだ。アルパカさんがやってきたか。はーん、ちょっと待てよ。頭の使いようによってはアルパカさん使えるんじゃないか。アイス、その2匹のアルパカさんたちを引き連れてこっちへ来い。アイス、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 行け、急げアイス。アイス急ぐんだ。お前がエリアに入れ、エリアに入り込め。アイス、ダメだアイス。おお、危ない。お前のその足見せてみろ。いいぞ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 、アイスいいぞ、アイスいいぞ、アイスいいぞ、行け。アイスとアルパカさんのおとりよ、かかってきやがれってんだ。よし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 、やばいやばいやばい、アイスアイスアイス。この木に乗じてみんなで逃げるぞ。レバー行けるか。グリフィン、お前何してんだ。グリフィン、お前は一体。よし、一回逃げるぞ、一回逃げるぞ。ゴー、かかれ。よし、よくやった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 。お前らは逃げたぞ、お前らは逃げた。問題はこっちにいるポップズ。ポップズも、お前も、お前はダメだ、足が遅すぎる。どうなってんだ、なんでこの二人だけは、ま、外れねえんだ。対象がもう構うもんか、もう構うもんか。行け行け、走れ走れ、よし走れ。いいぞ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 、みんなのところへ走れ、走って向かえ。お、どうやらここで族長 VS アルパカの戦いが始まってるようだな。はあ、これは楽しみだ。あー、強いな、さすが族長。大柔術師と言いながら柔術一切使わないところがいいな、お前は。おお、見せたね柔術師。しかし仲間は大体死んでしまったぞ。ん？アルパカさんのおかげだな、これも。またあ、八つ当たりかお前。八つ当たりしだしたぞ。よし、大体逃げれたようだな。よくやったよくやった。治療できるか。治療はできないか。ただみんな一人忘れてるぞ。アルパカさんもいるがな、あこに一人だけ足を負傷した老兵ポップスがいるんだ。こいつはずっと頑張ってくれた。もうちょっとで体力が回復する。ただ我々の目的は今日はポップスを助けに来るとか脱出するとかそういったことで来たわけではない。我々はこのカニバル一族のカニバルキャピタルを抑えに来るって30分前からそう言ってたろ。だから俺たちはここで攻める。行け、崖っぷち正体、常に崖っぷちを背負え。まずはこいつだ。行け、かかれ、一匹一匹かかれ。よし、いいぞ、はい、いいぞ。2発目、3発目入らずに、4発目ガードしてたんじゃないのか、ナイフ。ナイス、よくやった。よし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 、よし次だ、次行くぞ。かかってこいよお前ら虫けらどもめ。行け、いいぞ。なんだお前ら、すげえ強いじゃないか。どうしたんだ一体。よし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 、一回一回回復していけ、一回一回回復していけ。いいぞいいぞいいぞ、勝てるんじゃないか、勝てるんじゃないか。本当に奇跡巻き起こせ。いいぞ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 。ダメだ、アイスアイス行き過ぎだぜ。アイス、お前あこに族長いるぞ、族長がいる。お前行け、もう行けるだけ行け、行けるだけ行けよお前ら。よーし、よくやった、よーし、よくやったぞ。ついに来たな、我々崖っぷち正体が。そう、この大術術師を倒す時が。行くぞ、心してかかれ、これが最後の戦となれ。行け、おーやるね、さすが、おーさすが強いな大術術師。一発当てろよ、一発当てろよ。アルパカだってあったんだぜ。ナイス、一発目、あー強いな、なんて強さなんだこいつ、めちゃくちゃ強いぞ。相手はめちゃくちゃ強い、嘘だろ。これだけの、よくやったよくやったぞ。所持品を見ろ、あされ。よし、違う、何してんだ。よし、グリフィン、戦利品を回収しに参れ。グリフィン、ここら辺何かないか。グリフィン、押せねえぞ、そこ。
よし、ナイスだグリフィン。グリフィン、じゃあちょっとここ漁らせてもらおうかな。なんてこった、めちゃくちゃあるじゃないか。これはありがたいな、なんて嬉しさだ。よし、よくやったお前ら。誰一人欠けることなく全てのカニバルを一応倒した。お前らが崖っぷち正体、さすがだ、おめでとう。よし、大充実しよう。お前にふさわしい場所をこっちは用意してやるから、一緒に行かしてもらおうか。よし、みんな帰るぞ、疲れ。大充実しよう、その罰受けろ。よし、お前はここに入ってろ。そして我々を入れたその罰に報いるがいい。一生そこで立ち尽くせ。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとこのフィッシュの鎧だけこう同じ鎧ですよね。ちょっとまあ形違うように見えますが、なんとかですね、目的としていたこのカニバルビレッジ、ひいてはカニバルキャピタルですね、ここを潰すことに成功してですね、まあ、私の村が今こんな風になってるんですけれども、あんまあまあ変わってないっちゃ変わってないですが、ここのですね奥に、まあ、鍛冶屋バルクがございまして、ここにはね、この鍛冶屋の奥牢屋に閉じ込められているのがカニバル大柔術師ですね。まあ、彼を倒すというよりは殺すことによって、多分この4万キャッツっていうかな、は多分もらえるんでしょうけれども、まあ私は彼がこうやってずっと入っておくことによって自分がやった罪の重さっていうのをまあ走ってもらいたいなと、やっぱそう思いますよね。まあそういう人種ですから、まあそれは恥とは思わないでしょうけれどもね。でまたみんな仲間もね、これベッドです、これ寝袋じゃなくてベッド、でこのベッドに寝ることによって、まあ、すごい勢いで回復していくんですよね。でフリック一番大怪我やったんですけれども、まあ、本当にみるみるうちにこういうの回復していきますんで、まあまた元気な姿を見せてくれるかなと。装備もだいぶ良くなったりはしたんですけど、まあ、一応剣士目標これにて達成ということで、まあ次回があるかどうかは分かりません。やりたいことが出てくれば、せっかくここまで時間を使ったわけですから続きはあるかもしれませんが、またその機会があればお楽しみにいただければと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。さよなら。